上山城山は、三重県津市の町名。現行行政地名は、城山一丁目から城山三丁目。住宅地として発達した地域であるとともに、障害を持つ人のための施設が集中する地域でもある。津市の南東部、平成の大合併以前の津市の南部に位置する。雲津川と愛川の間にある、紅茶屋大地と呼ばれる、大地上に広がる。 紅茶屋大地は一部新植面を持つ体積面であり、中華層に細粒でその上に刺そうと知る塗層が見られる。地域内は住宅地を中心に特別支援学校、医療機関、福祉施設が立地する。北は被災をの偏調、藤方、東は紅茶屋二丁目、南は紅茶屋三丁目、紅茶屋六丁目、西は被災をの偏調と接する。 城山地区の南東部を1丁目、北東部を2丁目、西部を3丁目とする。城山地区では、三重県立心の医療センターが立地する場所に、紅茶や大垣内遺跡があり、古墳時代後期の縦穴住居跡や弾き、水液を中心に、古代から中世に至る遺物、遺構が見つかっている。ただし、大正時代から開発が行われるなど急速な、 改変が行われたため、遺跡数は少ない地域である。中世には、雲津川を挟んで、北側は北朝方の長野区道市の領地、南側は南朝方の北畑岳市であったため、雲津川沿いには城や砦が築かれた。そのうち、小森上野城が現代の城山二丁目にあたる場所に築かれた。小森上野城は北場岳下の奥山様城の城で、 天文年間の末期に、あの群たるみ村詐欺山で戦死したという。奥山亡き後は、藤方朝平が入場し、織田信長が伊勢国に侵攻した、永六十二年以降は、織田方の所領となった。江戸時代は、慶長十三年以降、蘇藩の廃下にあった。三重県立心の医療センター対象時代になると高、蛇谷大地で大規模な区画整理が実施され、 第二次世界大戦中には紅茶屋台地上の約270平方メートルに大日本帝国海軍が従業員3万5000人の軍需工場を建設することを決定した。1941年に使い軍交渉が完成、航空機生産が行われた。城山には公員寄宿舎や公員住宅、物資部本部、海軍共済病院などが設置された。 直接的なつながりはないが、海軍共済病院の跡地は、三重県立心の医療センターとなっており、源流と呼べるものである。海軍交渉の建設により、土塁などが残されていた小森上野城の城跡は失われた。第二次世界大戦後は、海軍交渉の閉鎖により一時は人口が減少するが、跡地に戦災者などが移住して人口が急増した。 さらに1950年、隣接する市市に被災町は本村をつより一部を津市に編入して、大技、斎場山を設置、1954年に、紅茶屋西城山町へ改称した。さらに住居表示を導入し、津市高茶屋西城山町の全域と高茶屋小森町、小森上野町の一部をもって1981年3月1日に、新町名、 城山が成立した。障害を持つ人のための施設としては、1950年に、三重県立心の医療センターの前身である、精神病院の三重県立高茶屋病院が会員、同院の児童部門が分離独立して1985年に、三重県立小児診療センターアスナロ学園が設立された。また、アスナロ学園に通う子もの義務教育を保障するため、 津市立高茶屋小学校及び津市立南高中学校の文教室が1967年に開設され、翌1968年には日本で初めて情緒障害児学級に指定された。三重県立上山特別支援学校このほか1957年に死体不自由児の療養施設として三重県立総の実学園が設立され、同時に紅茶屋小学校、 南高中学校の文校が併設された。この文校は後に県立移管され、三重県立城山特別支援学校層の実文校となっている。1962年には三重県立養護学校として、現在の三重県立城山特別支援学校が開校した。平成に入ってからは民間による施設の設置も進み、1998年に作業所。 アリン国王坊が2007年に障害者支援施設、城山連下の里が設立された。紅茶や小森上野町にあった小児名を採用した。城山の名の通り、この地には小森上野城があった。2019年6月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 国勢調査による人口の推移国勢調査による世帯数の推移私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。